兄上、北米は地上軍の担当です。奥歯の迎撃は私にお任せください。それとこの作戦をより確実なものとするため、シャアを我が隊に加えることを許可してください。ありがとうございます。シャアは士官学校時代の友人です。信頼できる奴とならば必ずや木馬を打ち果たせましょう。はい、皆さんこんにちは、ワデルウィルシです。今回はギレンデーボージュン独立戦争期ジオン軍編、続きをプレイしていきたいと思います。今回はガルマ死亡ルートをプレイするということで、今ご覧いただいたようにガルマ関連のイベントがスタートしています。このままですね、ガルマが死亡するイベントを続けていきたいと思います。攻略の方を進めておりまして、地球降下作戦でオデッサ、そして北米を攻略した後ですね、中国の北京、さらにインド、マドラス、ハワイ、そしてオーストラリア、トリントン基地と攻略を進めてきています。この後はですね、キリマンジャロの攻略を準備しつつ、連邦のオデッサ作戦ですね、これに対抗していく処置プラスアルファ、今お話したようなガルマ関連のイベントをプレイしていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。兄上、ドイツ作戦の実力は想像以上です。地上軍は敵モビルスーツとの交戦で敗北を喫しました。ですがご安心ください、シャアの協力によって徐々に木馬を追い詰めつつあります。期待してください。シャアとガルマですね、このまま死亡ルートを進みます。閣下、ガルマ様が木馬との交戦で戦死なされたとの報告があります。ガルマの死亡ですね。それは誠か。はい、残念ですが情報は確かなようです。あの赤い彗星のシャアがついている下船。はい、未確認ですが、ガルマ様戦死の際に不審な通信があったとの情報が。何にせよ父上にお伝えせねばならない。ガルマザビの死は直ちにジオン本国に伝えられた。レギン皇王はその訃報を聞き、声もなくその手にした杖を落としたという。ガルマの死を無駄にするわけには参りません。ザビ家末代の故権に関わります。犬死にのまま終わらせるわけには参りません。ギレン、わしはただガルマの死を。遅くなった父上。おお、早かったな二人とも。残念です、あのガルマが連邦のモビルスーツの前に倒れたとは。兄貴、俺はまだ信じられん。今にもあいつが顔を出すんじゃないかと。過去を思ってみても戦いには勝てんぞ、ドズル。しかし、あやつこそ俺さえも使いこなしてくれる将軍にもなろうと。ああ、ドズルの言う通りだ。だからだギレン、静かに丁重にガルマの冥福を祈ってやってくれまいか。父上はおっしゃられた。この戦いを続けていくためにも国を挙げてガルマの葬儀を行う必要がある。はい、それではガルマ様の葬儀を手配いたします。しばらくお待ちください。ここはこのままガルマの国葬へと進みます。これでジオン関連のムービーは埋められるかなと思います。兄貴、シャアについてなんだが、奴はガルマと共に戦いながらガルマを守ることができなかった。このままでは国民に対して示しをつかん。優秀な男だが謹慎処分にすべきだ。シャアですけども、まあ、ここはもう謹慎処分とかする意味あまりありませんので、どうにします。そのままシャアを使いましょう。確かにシャアは優秀な士官だが、自分の弟が死んだんだぞ。悔しくないのは。
ではガルマが死亡してしまいましたけども、予定通りキリマンジャロの攻略戦始めていきます。キリマンジャロ、ご覧のようにですね、かなりの大部隊が連邦入ってますので、ここはもう油断ならないということで全力で攻撃を仕掛けていきます。攻略作戦案を設定し、報告します。ガルマ様の部下であったダロ、ガルマ様の敵を取るため木場に攻撃を仕掛けました。残念ながら攻撃は失敗し、ダロが戦死しました。なお、この攻撃にはガルマ様との恋仲が噂されています。前ニューヤック市長エッシェンバッハ氏のご令嬢が参加していたとの情報もあり、悲しい事件です。これで一通りガルマ関係のイベントは終わりですかね。ランバラルの派遣は行わない予定です。ランバラルはね、生き残ってもらいたいですからね。兄貴、ガルマの仇を討つために特場に青き巨星ランバラルを派遣する。 V 作戦の存在は脅威だ。ランバラルの派遣イベント来ました。これは拒否します。ランバラルはこのままコンスポンの配下でキリマンジャロを攻略戦に勝てないことは俺とで分かっている。ランバラルにはもっと大きな戦いで活躍してもらう。かっか、ガルマ様の国葬の準備が整いました。しかしレギンフェスはこの葬儀に反対しております。葬儀を取り行ってもよろしいでしょうか。ガルマの国葬イベント来ました。デギンが反対ということですが、これは国葬を推し進めます。父上には申し訳ない。ガルマの死はガルマ一人の死ではない。全回線を使い全世界にこの国葬を流すのだ。我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。今始まりなのだ。地球連邦に比べ我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。諸君、我がジオン公国の戦争目的が正義だからだ。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に示してくれた。国民よ、悲しみを怒りに変えて立てよ国民よ。我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。有料主たる我らこそが人類を救いうるのである。ジーク、ジオン、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 ジーク、ジオン。これで国民の連邦に対する戦意は高まろう。はい、ガルマの国葬イベントをご覧いただきました。作戦の方ですが、キリマンジャロ攻略戦が進んでます。このままキリマンジャロ攻略戦を進めていきましょう。ではキリマンジャロの攻略戦始めます。ドズルを中心にコンスコン、マクベイ、この辺りを投入した大部隊で敵のキリマンジャロ基地に突入していきます。敵もね、だいぶ数が多い、かつモビルスーツもすでに配備されている可能性があるので、しっかり戦っていきましょう。パッと見ガンキャノン、ガンタンク、あとガンダムタイプもいそうですね。なのでちょっと激戦になると思います。しっかり戦っていきましょう。ランバラルは専用のグフに乗ってます。マクベも専用のグフですね。でさらにズゴックもある程度数が、揃ってきたんで、まとめて投入してます。まあ、この後の量産は主にズゴック、
で、ドームが今まさに開発中というところなので、ドームとズゴック中心に、地球上での戦いに備えたモビルスーツの生産は行っていきたいというふうに思います。では、モビルスーツ隊を展開したので、このまま進めていきましょう。ちなみにシャアはですね、専用のズゴック間に合わなかったので、普通のズゴックに乗って、コンソンの部隊とともに、このまま、キリマンジャロの基地中心部へ向かってもらいます。コンスコンのところにはね、先ほどご紹介したランバラルもいます。ガトーはね、案外に乗ってます。もうちょっと、まともな機体にこの後、乗り換えさせてあげたいなというのはあるんですけどね。こちらガンダムタイプですね。G3 ガンダムかもしれないですね、この大きい絵は。ここは G3 を一気にね、沈めていきましょう。キリマンジャロの攻略完了です。総帥、諜報部より連邦軍の V 作戦に関する報告書が届きました。さて、ご覧になってください。これで次はオデッサ作戦に対しての処置ということになりそうですね。我々は新型戦艦木馬と木馬に搭載された3タイプのモビルスーツこそが V 作戦の正体であると考えていました。しかし調査の結果、これらの兵器が実戦データの収集を目的とした試作機に過ぎないことが判明したのです。つまり V 作戦の真の目的とは、これら試作機による実戦データの収集と運用方法の確立、そのデータをフィードバックしたモビルスーツの量産化ではないかと推測されます。それを裏付けるように木馬の出現に前後して、前線では連邦製モビルスーツの目撃が相次ぎ、すでに量産化に成功しつつあるとの情報も入っています。これが我々が突き止めた V 作戦の全貌です。連邦軍のモビルスーツ開発は予想以上に進んでいるようです。我が軍も
次期主力モビルスーツの開発を急がねばなりません。はい、まあ、次期主力モビルスーツドームは開発が進んでますので、この後ね量産体制へ持っていきたいと思います。では今回ここまで見させていただいて、次回ですね、まあ、ガルマのイベントは全部見終えたんですが、せっかくなので最後まで攻略してイフレベルを上げておきたいと思います。